始まりました。はい、皆様こんばんは。こんばんは。11月24日火曜日夕方6時、焼津 TV キラキラチャンネル稽古の部屋第2回目配信させていただきます。よろしくお願いします。前回の第1回目は見ていただけたんでしょうか。私すごくテンパってしまって、ゲスト紹介も忘れて、ゲストの真由美さんに最後の挨拶もせず、もう空気のようにもう常に一緒にいてくれるのが慣れてしまってて、本当に大変申し訳なく聞き苦しいところもあったと思いますけども、今日はもう少し落ち着いて心をゆっくり落ち着いてお話できたらなと思っています。どうぞ25分間ですけどお付き合いください。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。で、今日 のテーマなんですけども、毎回一つずつ時間が短いのでほんの少ししかできないんですけど、今日は姿勢についてちょっとお話をしたいと思います。すごく食べ物のことにするか姿勢のことにするか、何をまず第一つ目として配信するかすごく迷ったんですけど、生きていく上で歩くことってすごく大事なことだと思ってて、それを自分の足で生涯自分の足で、歩くということが私は目指しています。しかも綺麗な姿勢を保っていたいと思っていますと言いつつも、実は私3年ぐらい前になるんでしょうか、五十肩なってまして、4年間ずっと苦しんでいました。まず頸椎を痛めたことにより頸椎症になり、手の先までしびれて鉛筆は持てない、そんな状態になりました。それが終わったと思ったら、それを負担をかけてたってことで、右の肩が五十肩になり、もう手が上がらない状態になりました。ここまでしか上がらない状態で、で洗濯物も手を伸ばせられないからすごく大変、パンツを履くのも大変。不自由って脳梗塞とかで、うちの祖母が脳梗塞でずっと片半身悪かったんですけど、こういう状態なんだってすごく実感しました。それを終わったと思ったら、右が終わったと思ったら今度左になりまして、合計4年間すごくもう泣いてました。すごくで、今思うんですけども、すごいあらゆる治療を行ったんですね。東京まで針の先生がいい先生がいると思えば東京まで行ったし、もう藁にもすがる思いで、いろんなマッサージだとか、もう、カイロプロティック、いろんな方法を、あと整体、いろんなとこ、いいと思えばいろんなとこ行ったんですけど、その場では良かったんですけど、それも何ですかね、一時のことで2、3日、私の場合2、3日どころじゃない、翌日にはまた元の状態に戻ってるということの繰り返しで、で時間がすごくかかってしまったっていうことなんですけど、で今はこんなに手も上がるし、全然その当時のことがみじんもないぐらいに姿勢も綺麗になってると思うし、本当に手がここまでしか上がらなくて、ここに上がるのもよいしょってよいしょって持たないと上がらない状態だったんですね。これ本当に五十肩なった人ならわかると思いますけど、すごい苦しいしみじめだし、もう泣きたい心境って本当にこのことなんです。で今思うと
そのどんなにいい先生に巡り会えて、どんなにいいボディメイクとトレーナーさんと巡り会えても、自分でセルフケアで治そうとしなければ、あの治らないっていうのか、正常な状態には戻るのが大変だと私は実感しました。あの日常生活の方がその先生というよりも、その先生の手術を受けるよりも長いじゃないですか。だからボディメイクにしても何にしても、日常生活ありきでボディメイクがあり、整体がありサポートしてくれる人がいることを、あの履き違えないようにしようと思って私はあの生きています。なので私は今あのすごく姿勢にものすごくあのこだわっていて、ものすごくあの注意し意識をしながら生きています。そのことを、皆さんにあの伝えたいと思い、あのこの第1、プチ講座っていうのを姿勢にしました。でもう一つ言いたいんですけど、私の母はもう80過ぎてるんですけど、やっぱりあの仕事柄どうしてもこう前かがみになる仕事をすると、であとこう農業をやってたりすると猫背になりますよね。これはなんかもう自然の生活がその姿勢が長いからそうなってしまうのは当たり、あの骨がそれでもろくなるし、年齢とともになってくるし、そうなるのはなんかもうし致しかん、なんていうのかな、日本語がうまく通じないけど、自然になってしまう、年とともにね老化してくるし、けれども母を見てて、母があのその猫背でそれでいいならいいんですよ。その人がそれで幸せなら全然別に私はその、 あの姿勢でも全然構わないと思うんですけど、母の場合はその姿勢により呼吸がはあ、はあはあ、こうどうしてもこう前かがみにこう姿勢がまっすぐここじゃなくてこういう姿勢がなってしまうから呼吸が浅くなりますよね、ここが。だから息がはあ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 、あの苦しくなったり、あとあの噛み合わせ、あの入れ歯をしても噛み合わせが悪くなってしまうと、飲み込めない、食べ物が飲み込むのが大変になるとか、そういう姿勢によってすごくあの弊害があの日常生活を送る上でのすごく困難なことが出てきてしまうので、それがあのこう病気につながっていってしまうので、すごくあの80歳になっても何歳になっても自分の姿勢がピンとしてる方 してあの自分で歩行できる、そんな風に私は生きたいと思って今姿勢にこだわってるので、皆さんにもシェアしたいと思います。今結構喋ったけど、今10分経った。で、まずじゃあ早速なんですけど、正しい姿勢って何だろうってまずあのちょっとお伝えしたいんですけども、見えるかな、立った姿勢が。全体が見えますかね。下まで見えることはない、できない。あ、モニター映ってる範囲ですね、今は。モニターだけですか。はい、モニターですね。モニターまでしかできないので、では正しい姿勢なんですけど、耳、そうですね、ちょっとあれですね、足のくる、ちょっと見えづらいかな、足のくるぶしと、くるぶし、これ画面下いかないもんね、くる、下映んない、あ、じゃあそのぐらい、このぐらいまでか、切れちゃう。
脱ぎました。これちょっとわかるかな、ここの肩の付け根ですね、ここの肩峰っていうんですけど、ここと耳たぶの後ろの後ろに乳鎖突起っていう骨があるんですけど、こことこの肩肩峰っていうんですけど、こことあとここに大天使っていう足の付け根、こうした時にここにこうグリグリってある骨があるんです、大天使っていうんですけど、そことくるぶし、くるぶし、かかとじゃなくてくるぶし、ここを一直線でつないだところが正しいまっすぐな姿勢です。これが、こうなってるんですね。こうなってたら、まあ、猫背になって、お腹がたるんで、下にたるんできてしまう。これがあの骨盤が、後傾で、こっちがこう反ってしまうのは前傾で、お腹が張ってしまう、お腹が前にこう張ってしまうっていう、そういう姿勢です。でこれをまずあの修正するに、壁ですね、まあ、ここが壁だとして、壁にまあこう寄りかす、あの足ですね、足をピタッとくっつけて気をつけをして、足のかかとが壁につき、肩甲骨がつき、頭がつき、まっすぐに気をつけ、それを、1日のうちで何分間か毎日やると姿勢が結構整います。その時に何も意識しないと足ってこう開きちゃう人が結構、私もそうかもしれないので、これはここのもものところをこういう形で、内側からこうこっちにこういう形でくっつけると、ここの足のところ、内もものところも綺麗になります。とあとで、この時にそう、足のかかと、お尻、肩甲骨、頭をくっつける。でお腹を引っ込めて、そうすると肩が自然に開くので、肩を無理にこうしようとしなくても、だんだんと肩が開いてきます。で次に、私は結構あの肩が前に来てる、来る癖があるんですよ。私もあのディスクワークが長かったので、こういう姿勢でいつも仕事を長年していたし、やっぱりあの日常生活で携帯もこうやって やってたし、やってるし、あの家のこともやっぱり こういう姿勢が多いので、どちらかというと私は猫背っていうのか、こう肩が前にこう来てしまう癖があるので、これを今あのしっかりこう綺麗に開くように今努力してるんですけど、その時に頭が、私の場合はどちらかというとこうまっすぐここに上に行かないで、こう前に行ってしまうので、私が注意してることは、こう気をつけした時に、今中腰なんですけど、まあ、気をつけだとして、気をつけした時に横を向いて、あのこの耳と肩が、まあ、同じラインになるように、ちょっとこう横を向いて、あちゃんとあのここのところに乗ってるかなって感じで来てます。で首がこんな風にこう、例えばあの人によってたと思いますけど、私の場合ですけど、割り箸を頭の頂上から首に向かってまっすぐに刺した状態で、こんな風にここにシワが寄らない、ここをだから、ここから首のとこまっすぐなるように意識して、若干首を、頭を後ろに、若干ですけど後ろにやると胸が前に出るので、
こう後ろにこうキュッてこうここを脇をちょっとこうここのとこですね、内側をギュッとこう押さえる形、無理に肩甲骨をこういうふうこういうにするのではなく、ここの二の腕の内側の部分をギュッてした感じで、頭が左右見た時にまっすぐ、ここが変に前にも後ろにも行かないまっすぐになる姿勢。そうすると胸が開くので、ここにデコルテも綺麗になるし、呼吸胸呼吸も入りやすくなります。でこの時に指先まで意識を、指先意識しないとこうブランってこうなってしまうので、結構指先まで意識をすると全部がこうつながって綺麗な姿勢になります。でこのボディメイクの時もサイドレーズとかやる時も姿勢を、私の場合は姿勢を常に意識して、しっかり頭の位置が来てるなと思って、そこでこうサイドレーズこんな風にとかならないで、こんな結構割と前に行ってこんな風になってしまったりするけど、ちゃんと姿勢を正してサイドレーズもやってます。で顔もグーッとかしかめっ面にならないように微笑みながら、常に口角を上に、頭全体、顔全体を常にこう上にですね、引き上がる形で、どんなに辛くてもって形でやってます。頭もここにこう溜め込むよりも、目のここですね、この辺りを意識して、耳の延長線上、この辺とここあたり意識しながら、常にこう前を見て話をすると、目線も頭もこう顔もだんだんと後ろにこう行くので、顔も小さくなると思います。はい、あと何か伝えることあったかな、あと何か見てる人で何か聞きたいこととかありますかね。あと私が気をつけてることは、とにかく日常生活が方が大事だと思ってるから、コメント入っています。ありがとうございます。なんだろう、見えてますか、まゆみ、これってまゆみさんのこと、まゆみんすっと、これまゆみさん、まゆみにすとで、まゆみさん、まゆみんではないと思う。あ、そうなんだ、うん、どのまゆみさんだろう、ね、またコメントで嬉しいです、教えてもらえれば、うん、見ててくれてる人がいるなんて、コメントも打ってくれる人がいるなんて、本当に嬉しいです。ありがとうございます。一緒に綺麗になりましょう。私も今勉強中なので、はい。で、あとそうだな、まだあと何分ある？あ、まだ10分。今日はあと6分。あ、6分か。今日はそんなにバタバタせずに。そう、なんか25分しかないので、なんかすごい詰め込むのも大変だし、一つのテーマをじっくり一回一回、あれもこれもお伝えしたいこといっぱいあるんだけど、やっていきたいなと思います。そう、とにかく皆さんの姿勢を常に意識することがすごく大事だから、今こんなことしてる
と思っても今その姿勢をしてることを意識するっていうのか、そう、マユミンだそうです。あ、マユミンありがとう、見てくれて。でちょっとあの座り方なんで、事務職の方に言いたいんですけど、座り方なんですけど、常にあの座って仕事してると思うんですけどね、この時にあの一回座って足をこう揃えてるんで、こう揃えてるんですけど、それをギューッと揃えた足をつま先からギューッと持ってきて、一回ちょっとこうするか、ちょっと下が見えないのが残念なんですけど、あ、下が見えてるかな、この一回あ座ってつま先をちょっと上上げますよ。これをギューって形で自分の手前の方にこう持ってきます。でその時それでお尻を一回この手で一回上げて、もう一回座り直します。でこの姿勢でこうジムをやると、あの常にこうエクササイズをしながらジムをしてるって形になります。あのお仕事姿勢が良くなります。ちょっとそういうことも意識しながら日常生活をあの取り組んでくれるといいと思います。あとですね、あとそうだな、あと時間も余ってしまったけど、あと何あと何かあれかな、はい、どうぞ。ありがとうございます。時間あのあれじゃないんだけど、はい、今着てるそのお衣装というか、はい、そのうん、これトレーニングウェアです。トレーニングウェア、はい、そういうのって、ね、どこで買うとかこだわりとかってあるんですか。あ、これは本当はヨガのウェアのショップなんですけど、私はもう大抵通販で買っちゃいます。あ、はい、そうなんだ、はい、上下セットみたいな。これバラバラですけど、はい、バラバラですけど同じショップなので、うんうん、あの大抵合いますよね。あ、じゃあそういう色違いとか、あ、違う色で合わせたりとかも、はい、あ、してます、してます。何着ぐらい持ってますか。なんかどんどん増えてきてしまった。あの大抵そこがセールやってる時、うん、買うんですけど、うん、だんだん増えてきたんですけど、あの今はちょっとあの大会のお金とかで結構かさんでるので今ちょっと我慢してます。結構まとめてセールの時にまとめて買ってしまうので、また着てきます。それも見るの楽しみです。本当ですか、うん、じゃあウェアでやりますか、これから。ちょっとファッションショーやってくださいよ。あ、本当ですか、うん、はいじゃあそのためにもあれですね、筋肉をいつもこう綺麗に保ってないとですね。はい、今度あの12月12日に日本大会行くので、今まだ減量してるんですけどね、うん、どこにあるんですか日本大会。横須賀の横須賀劇場って書いてあったかな、なんか大きいところらしいです。うん、あともう2週間とちょっと、はい、なんかあの今まであまりなんていうのかな、あのこう落ち込むことなんて言うんでしたっけ、落ち込むっていうかこうちょっと停滞することなんて言うんだっけ、ん、へこむじゃなくて、スランプ、あ、スランプでもない、スランプとかじゃなんかちょっとあの減量がうまくここ岐阜大会が終わってからうまくいかなくて、なんか疲れがすごい残っちゃって体重がこう2キロとかこう変動がこの1週間すごいあったんですよ。でようやくまた戻ったんですけど、そういうのもなんか自分で自分の体を何が悪かったのかとか、じゃあこの場合はどうすればいいのかとか分析しながら自分の体をあのこっちの方から眺めながら分析しながら今やってるんですけど、で私が結局、足りなかったのはやっぱ睡眠がやっぱり大事だなって
って思って、睡眠がなんか3時頃に起きちゃってたんですよ。だから次の日寝るのが早かったんですけど、その繰り返しで、だからちょっとその睡眠もからやっぱ体も疲れてたので、この間その今日は自分で セルフケアしましょうって言ったけど、そういう時はやっぱりあのセラピストさんに、私の場合そのいや地元の人なら分かるけど、正福の湯さん行ってボディケアやってもらって、体の体温を上げてもらったんですよ。あの血の巡りを良くする、そうしたことによりやっぱ体の中の血の巡りが良くなったので、なんかあの今日はすごくあのまた体重も落ち今までとまた同じような戻ったので、たまにはそういうのも取り入れながら、あの自分の体と向き合いながらやっていくことが大事だなと思います。もう終わりですね、ありがとうございます。また2週間後になりますので、何かあの取り上げてほしいテーマとかがあったら、コメントください。今日は見てくださりありがとうございます。後から見てくださる方もどうぞ見てくださりありがとうございました。また2週間後お願いします。次はこれ次はどなたでしたっけ、配信で、デブバキチャンプルです。デブバキチャンプルさんの、はい、なんだっけ、デブバキチャンプルです。はい、デブバキチャンプルさんが、お送りします。引き続きあの見てください。今日はありがとうございました。